どうも皆さんこんにちは、トータテハウジングの土井と高野です。今日はトータテハウジングの分譲モデルハウスガクを紹介いたします。いやー、今日6月の撮影なんですけど、高野さん暑いですね。暑いですね。やっぱりジャケットを脱ぎたくなる気持ちはあるんですけども、そうですね、もうだいぶムシムシしてきて。ちなみに今日ご案内してもらうこのガクっていうモデルハウスはどんな住宅なんですか？はい、ガクは余分な凹凸を取り除いた白をベースとしたシンプルなお家になっています。なのでインテリアだったりは見えるところに、隠したいものは使いやすい場所に収納できるようなモデルになっております。はい、それじゃあ早速ガクのモデルハウス中を案内いたします。お願いします。行きましょう。します。ちょっと待ってください。はい、高野さん、ここって車何台ぐらい止まるんですか？あ、先に建物じゃなくて、土地の、内容からお話しさせていただければと思います。土地は54坪の角地になりまして、北入りになります。建物は32坪の建物になりまして、建物正面には駐車場が1台、角地なので建物の奥側ですねに、駐車場が2台取れるようになっております。確かにこれぐらいあったらもう2台ぐらい止まりそうですね。そうですね、結構友達がよく来るんで車いっぱい止まると助かります。あ、じゃあもうぴったりじゃないですか。あ、裏には庭もついてる。そうなんですよ。いただいた通り、こちら土地が54坪という大きな土地なので、裏手にはこれぐらい広いお庭がありますので、お友達呼ばれた際はここでバーベキューとかされちゃったらすごく楽しいかなと思います。あ、バーベキューいいですね。お好きですか？はい。あ、よかったですじゃあ、敷地周りのお話はこちらで、次は建物の中の方をご案内させていただきたいと思います。はい、お願いします。改めて中の方ご案内いたします。お願いします。はい、お邪魔します。はい、すごいシンプルでいい玄関ですね。ありがとうございます。これ収納はどんな感じになってるんですか？収納は左手にこさに当てていただくと、はい、こちらが収納になっています。あ、広いですね。ご覧いただくように収納ですね、そちら棚がたくさんついていますので、靴だったりとかバッグだったりっていうところ大変置きやすいかと思います。一つパイプもついていますので、そちらにコートだったりとかお仕事帰りジャケットだったりっていうのも置くことができるようになってます。はい、で右手からツーウェイになっているので、こちらから LDK の方に行くことができます。なので奥様お買い物終わった後、重い荷物持ってすぐにキッチンの方に向かえるようになっていますので、家事動線としてもとても便利かなと思います。シューズクロークから LDK つながってるのいいですね。はい、家事動線としてはとてもいい間取りになっております。結構広いですね。はい、ここは、約18畳の LDK になります。ちなみにここの間取りはどんな感じなんですか？今、現在いるのが LDK になるんですけども、他には当然洗面室、脱衣室、お風呂、トイレが1階に揃っていまして、2階にはもう基本的には寝ていただく寝室関係とプラスアルファ1部屋ございます。白ってやっぱりいいですね。そうですね、明るく見えると思います。ちょっと電気切ってみていいですか？あ、いいですよ、どうぞどうぞ。意外と明るいですね。そうですね、これぐらいの明るさだったら普段使いでも全然問題ないかなと思います。今何時ですか？今はですね、ちょうど4時頃になります。夕方でもこれぐらい明るかったら全然暮らせそうですね。そうですね、
ちょっとじゃあフランスアルファがある2階も見ていいですか。あ、はい、ぜひぜひご案内させていただきます。え、2階これどうなってるんですか。あ、はい、あの先ほどお話しした寝るスペースっていうのがほぼほぼ占めるんですけども、今ここはセカンドリビングになりまして、ここでですね、くつろぎいただいても大丈夫ですし、上見ていただくと、これがですね、物干しとかを引っ掛けるスペースがあるので、ここで洗濯物を干されても、室内干しですね、できるようになっております。そういえば確かに、この家バルコニーがないですね。あ、そうなんですよ。その、代わりといってはあれですけども、ここで、はい、洗濯物を干すように。室内越しの方が虫とか来ないですよね。あ、そうですね。じゃあもうここはいろんな空間で使えるような場所ということですか。はい、おっしゃる通りです。今日ご案内させていただいた家具いかがだったでしょうか。いやー、すごいシンプルなんですけどコンパクトに欲しいものがまとまっててすごい良かったです。あ、良かったです。それいただけると、はい、ここは今ご見学いただいた額なんですけども、トータテハウジングでは8つのスタイルを提案させていただきまして、その1つになります。なので他に7つ他のデザインがありますので、あと7種類もある。そうなんですよ。ちょっと見てみたいです。あ、ぜひぜひですね、予約をしていただく必要があるんですけども、あ、そうなの。概要欄の方に予約フォームに飛べるようにホームページの URL を載せていますので、ぜひぜひ東立ハウジングの営業マンがご案内をさせていただきますので、お気軽にご予約をしていただくのと同時にチャンネル登録とグッドボタンを押していただければと思います。じゃあぜひちょっと URL からホームページに飛んで予約します。 ありがとうございます。はい、じゃあぜひぜひよろしくお願いいたします。他のモデルもまた動画で上げさせていただくので、ご興味がられましたらぜひ現地の方を見ていただければと思います。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。